皆さんこんにちは、神戸メンタルサービスの池尾雅宗です。カウンセリングや講座に参加される方からよく伺う質問の一つとして、近くにいるよく切れる人への対処法ですね、すぐに怒るタイプの人はどんな心理があるのかについてなどなどを述べていく、消える人への対処法シリーズとしてお話をしていきたいと思います。第1回目はですね、怒りっていうのはどういう心理なのかっていうことについてお話をしていきたいと思うんですけど、我々はですね、怒りは感情を隠す蓋っていうような言い方をします。これはどういうことかっていうと、怒りっていう感情はとてもパワフルな感情なので、他に感じたくない感情があるときに怒りを使うと、それによって蓋をすることができるっていうことがあるんですね。怒りが隠している感情って、よく言われるのは寂しさとか悲しみだったりするっていうふうに言われます。どういうことかっていうと、すっごく、寂しい孤独だって思ってる人がいて、それを感じるのがとても苦しいときに、どういう感情を感じると感じずに済むかというと、それは怒りなんですよね。あなたの周りでいつも短気で怒ってばっかりいる人がいたとします。そしたらその人はもしかすると自分が孤独であるとか寂しいって感じているのにもかかわらず、それを自覚できていなかったり、感じることが嫌だって無意識で思っているときに、いつも怒ってばかりいればその寂しさを感じずに済むっていうことを無意識にやっている、そんな場合があるんですね。ですから怒ってばかりいる人、短気な人、すぐ切れる人を見たときには、もしかしてこの人は今怒ってるんじゃなくって、自分が感じたくない感情を怒りで隠しているだけかもな、そんな風に見たりすることができるようになります。するとですね、いつも切れている人を見ると我々はとても嫌な気持ちになったり、なんだよこいついつも怒ってばっかりって腹が立ってくるわけですけど、この人が怒るには単に怒るだけじゃなくって、その後ろに寂しいみたいな感情を感じている可能性があるなって思うと、その人に対する見方を変えて感じ方が変わるっていうことができるようになったりするんですよね。そうすると、その怒っている人に対してこちらも怒らずに接することができるようになり、その様子を感じた短気な人が怒りにくくなるという働きが起こり合う、そんな風に対処をしていくことができます。消えた人に対する対処法、怒りっぽい人に対する対処法として、まずはこのお話をさせていただきました。ぜひこの視点で見てあげてください。